通所介護事業所の皆様、こんにちは。埼玉県福祉監査課です。皆様におかれましては、日頃の介護サービスの提供、並びに運営指導へのご協力、誠にありがとうございます。この運営指導ですが、介護サービス事業者等の育成、支援を目的としており、いわゆる監査とは異なるものです。埼玉県内の介護サービスの向上のため、事業者の皆様には、 今後ともご協力をお願いします。さて、これから説明する主な指導事項は、運営指導を行った際に比較的多く見受けられた問題点、指導事項です。これらの問題点について、具体的に詳しく見ていきます。それでは始めます。それではまず、通所事業所の方々に特に再確認していただきたい、従業者に関する用語の定義です。 これから説明する用語については、事業所の人員の配置だけではなく、各種加算を算定する上での要件にも出てきます。1つ目の常勤ですが、事業所における勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることとなります。採用形態がパートなどであっても、事業所での勤務時間の実績が常勤職員と同等であれば常勤となりますし、 正規職員であっても事業所での勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に満たない場合は常勤ではありませんあくまでも事業所の勤務時間により判断することとなり常勤以外の職員は非常勤となりますなお常勤であるためには週の勤務時間が32時間を下回ることができず事業所内に 職種や職員によって勤務すべき時間数が異なる場合は当該事業所での最大の勤務すべき時間数が常勤の従業者が勤務すべき時間数となりますので注意してください。2つ目の常勤換算法は事業所の従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で 除することにより上勤者の人数に換算する方法ですこの際の上勤の従業者が勤務すべき時間数も職種や従業者によって異なる場合は当該事業所での最大の勤務すべき時間数が上勤従業者が勤務すべき時間数となります三つ目のもっぱら従事するもっぱら提供にあたる サービス提供時間帯を通じて、当該サービス以外の業務に従事しないことで、同時並行的に他の業務に従事していないこととなります。この、もっぱら従事する、もっぱら提供にあたるは、加算算定の際の職員体制の要件となっていることがあるので、注意してください。それではまず、 人員基準についての指導事項です。従業者のうち生活相談員から説明します。生活相談員は提供日ごとにここに記載した計算式で求められる時間数の生活相談員を配置する必要があります。わかりやすく言えばサービスを提供している時間帯に生活相談員がサービス提供の開始時刻から終了時刻までの時間数分の 生活相談員の配置が必要となります。運営指導でサービス提供日に生活相談員が配置されていないとして指導した事例として、生活相談員がサービス提供時間内に生活相談員としての業務に当たらない利用者の送迎を行っていたが、この送迎時間に相当する時間の生活相談員がタイに配置されていない事例、 生活相談員が介護職員と兼務をしているが、生活相談員としての従事した時間が確認できない事例などがありました。なお、生活相談員としての業務に従事した時間数に、サービス担当者会議に出席する時間や、利用者宅を訪問して行う相談・援助のための時間など、事業所外で行われる 生活相談員としての業務に従事した時間を含めることができますまた常勤の用語の意味の理解不足のために生活相談員または介護職員のうち1人以上が常勤で配置されていない事例もありました看護職員はサービス提供日単位ごとにもっぱら通所介護の提供にあたる看護職員を1名以上配置する必要があります 看護職員はサービス提供時間帯を通じて配置する必要はありませんが、ここに記載したとおり、利用者の健康管理を適切に行うことができるように配置する必要があります。1点目は、サービス提供日ごと単位ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと。2点目は、サービス提供時間帯を通じて配置がない場合には、サービス提供時間帯を通じて 事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することですなお看護職員は単位ごとに配置する必要があるので午前午後の2単位で通所介護を実施する場合にはそれぞれに看護職員を1名配置する必要がありますしかし隣接した機能訓練室等で同時に2単位以上の通所介護を提供している場合には 看護職員をサービス提供時間帯を通じて配置する必要がないので、利用者の健康管理を適切に行うことが可能であれば、複数の単位を同一人の看護職員が担当することも可能です。事例としては、タイムカードや業務日報等により、看護職員の出勤状況を確認したところ、看護職員の勤務が確認できない日があった事例、 午前午後の2単位で午後の勤務が確認できなかった事例などです看護職員は月平均の看護職員の数が配置基準を下回っている場合には人員欠度減算の適用となり所定単位数の70%の算定になるので注意してください次に設備のうち食堂機能訓練室 の指導事項としては、食堂機能訓練室の区画内に利用者が静養するための固定ベッドが設置されていた事例がありましたこうした使用は食堂機能訓練室の機能を損ねており、用途外の使用にあたりますので、速やかに撤去する必要がありますなお、このベッドが設置された区画を静養室として向上的に使用する場合には この区画を除いた食堂・機能訓練室内の面積基準が適合していることを確認の上、区画の変更の届出を提出してください。次からは、運営基準での指導事項になります。まず、サービス提供にあたって、基本となる通所介護計画についてですが、ケアプランと通所介護計画でサービスの内容を 異ななる事例が少なかららず見受けられました通所介護計画はケアプランの内容に沿って作成することが義務付けられていますのでサービス担当者会議等でケアマネと必要な調整を行うとともにケアプランの内容を確認して適切に通所介護計画を作成してください。なお計画を作成した後にモニタリングの結果サービス内容の変更が必要となった場合には ケアマネに連絡しケアプランの変更を依頼するようにしてくださいそしてケアプランが変更となった場合には改めてその内容に沿って通所介護計画を変更してくださいまたケアマネが警備の変更として新たなケアプランを作成しない場合であっても通所介護計画に記載された具体的サービス内容に変更がある場合には新たに 通所介護計画を作成する必要があります。その際には、合わせて、ケアマネの指示事項等を記録してください。介護事業所は、前にも説明したように、人員に関する基準が定められており、その基準を満たすため、または満たしていることを確認できる書類として、勤務予定表や勤務実績表としての出勤簿や タイムカード等を作成すす。る必要がありますその記載内容は日々の勤務時間常勤非常勤の別専従の生活相談員看護職員介護職員機能訓練指導員の配置管理者の勤務関係を明確にしてください運営指導時には法人の役員である管理者兼生活相談員の勤務状況が確認できない事例がありました。 労働基準法の規定では賃金計算の基礎となる労働時間の把握について管理監督者は除外されますが役員としてではなく管理者としての配置基準を満たしていることを確認するため日々の勤務時間を明確にする必要があります。このののののほか他他事事業所の従業業業所所従従者者と兼務する従業者については出勤簿などで他の事業所の 勤務と通所介護事業所での勤務を明確に区分して通所介護事業所での勤務状況が確認できるようにしてください。定員に関する指導事項として利用定員をを超えててサービス提供を行っている事例がありました災害や虐待の受け入れなどやむを得ない理由による定員超過を除いて適正なサービスを提供するため 利用定員を超えてサービスを提供を行わないというのが大原則となっています。なお、利用者数には、介護保険によるサービス利用者に加え、自費等による同一の通所介護サービスを受ける利用者が含まれます。やむをない理由による定員超過利用を除いて、月平均の利用者数が利用定員を超える場合には、 定員超過利用減算が適用となり所定単位数の70%の算定になりますので注意してください非常災害対策は消防計画・避難訓練や消防設備の点検の実施状況が確認できない事例がありました避難訓練等は消防法の規定によって防火管理者の専任が義務付けられた事業所では 消防計画を作成し消火訓練避難訓練を年2回以上実施する必要があります。これには該当しない従業者と利用者の数の合計が30人未満の防火管理者の選任が義務付けられていない事業所については消防法では規定されていませんが運営基準で防火管理の責任者を決めて消防計画に準ずる計画を作成すること消火訓練 避難訓練を年1回以上実施することが求められています消防用設備は消防法の規定によって施設の区分ごとに消火設備や警報設備避難設備などの設置が義務付けられていますこの消防用設備は6ヶ月に1回の危機点検と1年に1回の総合点検を行い消防署には1年に1回 点検結果を報告すする必要があります特に賃貸により通所事業所を運営している場合には建物所有者と消防設備の点検のお互いの範囲を明確にし建物所有者が実施した範囲についてはその点検結果の情報を入手するように努めてください。消防計画避難訓練や消防設備の点検は非常災害の基本となりますので 適切に実施し、全職員に周知してください次の非常災害対策は、水防法と土砂災害防止法の規定で規定されている対策です自分の事業所が要配慮者利用施設に該当しているかどうか未確認の事業所は、所在の市町村に確認をし、該当している場合には避難確保計画の作成など 市町村の指示を受けてて対応してくださいまた現時点で事業所を地域防災計画で要配慮者利用施設として位置づけられていなくともここ数年に新規に開設した事業所は将来的に市町村での地域防災計画の見直しの際に要配慮者利用施設と,となる可能性についても確認した方が良いと思います。 通所介護サービスの所要時間に関する指導事項では、一つ目としては、事業所が送迎した利用者のうち、通所介護計画上のサービス提供開始時間を過ぎてから事業所に到着していた事例がありました。計画に基づくサービスが適切に提供されていないことになりますので、サービス提供開始時間前には事業所に到着し、計画に位置付けた サービスが提供できるように送迎体制を見直してくださいまた恒常的に到着時間が遅れるような状況であればケアマネと調整の上必要に応じてケアプラン及び通所介護計画のサービス提供時間の見直しを検討してください通所介護サービス所要時間の2つ目は事業所内で 保険外のサービスとして、利備用を実施している事業所で利用者ごとの実施時間など、利備用の実施状況の記録が確認できない事例がありました。通所介護サービスの提供時間内は、利備用の時間は含まれませんので、サービス提供の時間を適切に把握するため、利備用の実施状況を記録し、サービス提供と利備用の時間を明確に区分してください。 次からは、介護報酬に関する指導事項になります。まず、通所介護費の基本報酬については、事業所の規模で区分されていますので、すべての事業所は、毎年度、前年度の実績をもとに、利用延べ、人員、数、計算シートを作成して、事業所規模の区分を確認する必要があります。確認の結果、 事業所規模の区分に変更ある場合には、毎年3月15日までに必ず届出を行ってください。また、作成した計算シートは2年間保存するようにしてください。入浴解除加算では、利用者が入浴していない日に算定していた事例がありました。通所介護計画で入浴の提供が位置づけられている場合に、 当日の利用者の体調不良などで入力が実施されなかった場合には入力解除加算は算定できませんので注意してください。中重度者ケア体制加算で注意していただきたい点はここに記載した体制基準に適合していることを確認できる計算書等を作成し保存しておくということです。1点目は、 人員配置基準上の人数に加え看護職員または介護職員を常勤換算法で2以上確保しているということ2点目は前年度または算定日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち要介護の区分が3から5である利用者の占める割合が30%以上であること。 中重度者ケア体制加算の体制基準としては、この他にサービス提供時間帯を通じて専従の看護職員を1名以上配置する必要があります。この看護職員は他の職務の兼務は認められませんので注意してください。また、この加算を算定する事業所では中重度の要介護者であっても 社会性を維持して在宅生活が継続できるように家庭内での役割づくりや地域の生きがいづくりなど支援プログラムを通所介護計画に位置づけサービスを提供する必要があります生活機能向上連携加算では個別機能訓練計画を作成しないで算定している事例がありましたまたこの 加算2では外部の理学療法士等が事業所を訪問しないであるいは事業所の機能訓練指導員等と共同して利用者の身体状況等の評価を行わないで個別機能訓練計画を作成している事例がありました生活機能向上連携加算は通所地介護事業所の機能訓練指導員等と 外部の理学療法士等が連携して機能訓練のマネージメントを行うことを評価する加算として設けられたものですこのため生活機能向上連携加算での個別機能訓練計画の作成にあたっても外部の理学療法士等と連携して利用者の身体状況を評価した上で作成する必要があります こののの計画の具体的な方法は次のスライドで説明します加算1は個別機能訓練計画の作成にあたって外部の理学療法士等が事業所を訪問する必要はありませんがこれに変えて利用者の身体状況の把握を外部の事業所で行ったり動画やテレビ電話を使って行うこととなります。その上で 外部の理学療法士等が事業所の機能訓練指導員等に対して日常生活上の留意点や介護の工夫などについて助言を行いますそして事業所ではその助言に基づいて機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況を評価して個別機能訓練計画を作成する流れになります一方加算2では外部の 理学療法士等が事業所を訪問し事業所の個別機能訓練指導員等と共同して利用者の身体状況を評価し個別機能訓練計画を作成することとなります。また算定上の留意点は受詞点検表に掲載してありますので外部の理学療法士等との連携方法など再確認をお願いします。 このほか、生活機能向上連携加算では、個別機能訓練計画に基づいて実施した機能訓練の内容が記録されてない事例がありました。個別機能訓練の実施記録には、実施時間や訓練内容、担当者などを記載し、利用者ごとに保管する必要があります。また、事業所の機能訓練指導員等が その記録を常に閲覧できるるようにに保管することにも留意してください個別機能訓練加算ではまず個別機能訓練計画の目標の設定にあたって機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問して利用者の居宅での起居動作や ADLIADL などの生活状況を確認することが必要になっています。次に その生活状況の確認結果や利用者、家族の意向、ケアマネの意見をも踏まえて目標を設定しますこの目標は利用者の意欲の向上につながるよう長期目標、短期目標といった段階的な目標として具体的で分かりやすい目標を設定することが必要です長期目標としては単に座る、立つ、歩くといった 身体機能の向上を目指す目標とするのではなくトイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、商店街に買い物に行くなど具体的な生活上の行為の達成を含めた目標とすることに留意する必要があります短期目標は、この長期目標を達成するために必要な行為ごとに細分化して、短期目標として整理することになります このスライドでは個別機能訓練計画の具体的な設定例について厚生労働省の通知から転記しています。例えば、スーパーマーケットに食材を買いに行くといった長期目標を設定した場合、タンク目標としては、買いたいもののリストを作る、入り口で買い物カゴを持つ、食材を見つける、買い物カゴに入れる、支払いをする、袋に入れる、 苦労を持って歩いて帰るといった一連の必要な行為が考えられますそしてこの短期目標を達成するために必要な行為のうち利用者の現在の状況から可能であること困難であることを整理します困難と考えられる行為についてどのような訓練を行えば可能になるかを検討してその行為ができるように 具体的な訓練項目を設定することになります。また、訓練項目を複数準備して、その項目の選択にあたっては、利用者の生活意欲の向上につながるよう援助することも留意する必要があります。個別機能訓練加算では、個別機能訓練を開始した後の訓練のマネージメントについても細かく規定されています。 1>, 1点目は訓練項目や訓練の実施時間 ADL ・ IADL AD の改善状況などの訓練の効果について評価を行うこと2点目は3ヶ月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問し利用者の居宅での帰居動作や ADL ・ IADL の状況などの生活状況を確認すること3点目は利用者 家族に対して個別機能訓練の実施状況や訓練の効果などを説明して記録すること。4点目は3ヶ月に1回以上ケアマネに訓練の実施状況や効果などについて適宜報告し相談すること。こうした評価や確認説明などを定期的に行い個別機能訓練の見直しをしていくことが必要になります。 このような一連の流れを記録した個別機能訓練に関する記録については利用者ごとに訓練の目標目標を踏まえた訓練項目訓練の実施時間訓練の実施などを記載した記録を作成し保管する必要がありますまた事業所の機能訓練指導員等がその記録を常に閲覧できるよう 保管することも留意してください個別機能訓練加算1のいとろでの機能訓練指導員の配置基準についてこの表にまとめています1位はもっぱら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する必要があります特定の曜日だけ 理学療法士等を配置している場合はその曜日に理学療法士等が機能訓練を行った利用者のみが加算の算定対象となります1のロはこのいの理学療法士等の配置に加えてもっぱら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する必要があります合計で2名以上の 理学療法士等を廃止している時間帯に理学療法士等が個別機能訓練を行った利用者のみがこの加算の算定対象となります。いずれの加算でも理学療法士等の配置が基準を満たしていない場合には算定できませんので注意してください。受診点検表に機能訓練指導員の配置など介護報酬に関する Q&A は 記載してありますので再確認をお願いします航空機能向上加算の指導事項では航空機能改善管理指導計画を作成していなかった事例がありましたこの加算を算定するにあたっては利用開始時に利用者の航空機能接触演劇機能に関して解決すべき課題の把握を行い 言語聴覚士歯科衛生士看護師介護職員生活相談員その他の職種の者が共同して航空機能改善管理指導計画を作成する必要があります。また航空機能向上加算ではここに書かれたような項目について改善を指導した事例もありました。1点目は、 航空機能向上サービスの提供が必要と認められるものであることがわかる書類を入手して保管することこの加算の対象者は体制基準では航空機能が低下している利用者またはその恐れのあるものですが流時交通地では認定調査票における園芸・食事摂取・航空清潔の3項目のいずれかの項目において 1以外に該当するものなど細かく規定されていますしたがって加算の対象者であることが確認できる書類等の整備が必要となるものです2点目は利用者の航空機能の状態に応じて定期的に利用者の生活機能の状況を検討しおおむね3ヶ月ごと航空機能の状態の評価を行いその結果を ケアマネや主治の医師、歯科医師に情報提供すること。3点目は、おおむね3ヶ月ごとの評価の結果、一定の状態に該当するものであって、継続的に航空機能向上サービスを提供する場合は、その必要性について記録に残すこと。最後は、サービス提供体制強化加算での指導事項です。この加算の、算 体制基準で職員の割合に係る要件を満たしていることが確認できる計算書等がが見当たた。らない事例がありました所定の計算書等を毎年度作成し、し保存してください。前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所が届出を行った場合は届出以降も直近3ヶ月間の職員の割合について計算書等の作成の必要があります。 以上が昨年度、運営指導での主な指導事項です。皆様、振り返っていかがでしょうか。各事業所におかれましては、今回の説明を参考に、受試点検表など、改めて確認し、該当する項目があるようでしたら、速やかに改善をお願いします。また、介護報酬を請求する上で、基準等で示されている内容が、 記録ととしてて残っていることが重要でもありますさらに事業所の運営状況の記録や日々のサービスの記録等については利用者やその家族が利用者の利用状況等を確認することができるものでもありますので多忙な日々の業務とは思いますが記録の重要性についても再認識していただければと思います以上で説明を終了します。 ご視聴ありがとうございました。